はい、どうも。はい、どうも、プライムでーす。ロッピーでーす。じゃあ、ウソップでーす。はい、どうも。ほほ、人間の知力はここまで進んでいたのか。舐めすぎだろ、人間。6回まで来れるとはね、けーけーけーならば、この回は自力で答えてみるがいい。自力だよ。手がかりを記した隙間も、この俺が外しておいた。早く取り抜けることだな。岩に挟まれれば、死が待っている。なるほどね。なんだって進んできたけど進んで、なんでそう簡単に入っちゃうの、お前は。赤で赤で赤を踏むと迫ってくる。赤を踏むと迫ってくる。はい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 。もうダメでしょ。間違えた。もうダメだ。間違えた。うわ。これ戻ればいいんじゃない？戻ればいいんじゃない？戻ればいいんじゃない？今絶対無理でしょ。こうすのは。これもしかしてリセットされるの？ずるい男だよ。うわ何もなかったかのよう。これで勝てる。ちょっとよく見よう。どうやって行けばいいんだ。だって薄いところから攻めていけばいいんでしょ。こう行って下右 で、あ、そこからくるっていけんじゃん。そう、それでいくとどうなんだ。あ、もうダメな気がする。え、いけんじゃない。いや、もうダメだ、絶対ダメ。火のやつじゃねえよ。いけるいけるいける。多分。鬼よけーん。そっから、下。下の右。あ、ダメージ受けちゃった。右っつったの。ほら、いけた。イエーイ。ゲームクリア。クリア。お、来た、彼ら。ケーケーケー、桃太郎。疲れた顔しておるじょ。そんなことはありません。バッ早く応援山を越えないと大変なことが起きるのだ。わけを知りたいか。はい。はい。けけけ、俺様が地獄に帰るのが遅くなってしまうんだ。お前、おま、ちょ待てよ。意外と家族を大事にしてるんだ。で、今日は息子の誕生日なんじゃん、つって。あれ、これヒントなし。わーい、これ。これがいい。マカロンだ。なんだ、どうすん。え、黒の岩じゃん。クリスタラーだ。懐かしいな、クリスタラ。黒の岩じゃん。何黒の岩って。わかんない。わかんねえの。うん。でも絶好調だから。え、クリスタラっぽいな。全回復したってよ。え、ちょっと待って。絶好調だからいけるっしょ。これ絶好調なめ、お前あんまり絶好調なあれで、あ、いけた、いけた。黒の岩弱え、千金炭しか使っ、あれ、まだ残ってるし。あれ、あ、どういうこと。緑の岩、なんだ緑の岩って。苔生えたってことで。苔の岩が襲ってきたってなんだよ。苔の生えた岩ってこと。5しか食らわん。どうしろと私に。それからだ、抹茶でできた岩的なことで。なんだ抹茶でできたよね。抹茶、抹茶美味しそうだな。みまみ抹茶俺のみたいな。そんなこと言われば、言われて。あ、なんかでも左、なんか穴開いてる。赤の岩。赤の岩。赤の岩ね。ブラッティーロックだ、ブラッティーロック。ブラッティーマンデー的なやつ？ブラッティーマンデー見たことある？ない。面白いよ、あれ。面白いの？漫画が面白いってこと？いや、俺ドラマだけど。ドラマかい。ドラマだけ見て面白いって言えるのかい。あのね、神木隆之介くんの演技は本当にうまいんだよね。神木キュンはいいよね、神木キュン。うん、うまい。何これ。あ、次赤しよう。全然違った。くそー、回復しないとやばいな。千金ターンで、まあ、千金ターン使った方がさ効率いいわ、やっぱり得だね。うん、金ターンだって40だっけ。40で3だから、千金炭100で5だからね。私たちコストパフォーマンスをさ、優先。千金炭。はーい、千金炭だよ。嘘だ。おう、嘘です。金炭。はーい。あれ違うかな。金炭だよ。ケアルガは全回復じゃないんだよね。知ってる。お、来た。緑が正解じゃん。あ、まあ、緑通しときは間違いない的な。具体的に25文字以内で述べよ。具体的に25文字以内。ほら。あれ全部緑。はい、ここまでちょっとスムーズに進んで、ちょっと、来てるよ。いいね。これ緑まだある。本当に緑じゃん、ずっと。
よし。あ、やばい、鬼受けが。鬼受け。やばい、鬼受けがないと、鬼受けがないと俺。グリフィンドール。なんでで。鬼受けあげた、鬼受け。グリフィンドール、わー。わーって。あれ、なんなの。あれ、小数点かよ。よし、これ桃太郎の絶好調だったらね、おかしいことになるね。あれ、なんかすげえ行ったり来たり来てないこれ。進んでんの。いや、進んでるよ。ど素人。ほー、何回見てると戦えばええね。クソったれだな、マジで。ピコ。てか、この赤と黒の存在。やった、浦島が守りの術を覚えたぞ。あれだ、スクルトだ、スクルト。うるせえ。スクルトだよ、もう。うるせえ。スクルトなんだよ。うるせえ。ごめんなさい。うるせえ。さあ、どんどん緑倒してる。いや、でもマジ何回、緑だよ。あ、おう。鬼受けまあだから、久々にあれやるか。何が？お前のうんちく披露。うんちく披露やる？うん。うんちく、オッケー。じゃあ、お題はスカイプ。スカイプのうんちがない。ねえのかよ、あれ？お、ゴールじゃない？あ、ゴールじゃなかった。あ、まだあんの。スカイプのうんちくなんかねえよ。あれ？ってか。やり、なんかあるよ、絶対。こっち？ほんとだ。俺。ほんとだ。だから言うたやんはいい。本。また本？何？書物と本の違いは何だよ。あれでしょ。あれでしょ。心でしょ。え？待って、誰に使うの？いきなり？ちょっと待って、道具。説明見てなかったね。見てないね。エロ本とかだともう心もう5万ぐらいもらえるんじゃないの？心の数。心の数が増える。同じじゃねえか。一緒じゃん。まあ、桃太郎でしょ。安定の。50、少な。やっぱエロ本欲しいな。55,555 でしょ、どうせ。どうせ。なんでね。めっちゃ心増えそうだもん。にしても 55,555 はなんでね。ああ。エロ本読みてー。俺、エロ本ってね、読んだことあるエロ本。なあ、エロ本ってなんか読む価値ない。なんだろうね。やっぱ映像だよね。ずいずい進んでいくよ。いや、でも俺一回友達に誕生日プレゼントでエロ本もらったことあるからね。うん、嘘、羨ましいね。一冊だけあるんだよね。ペーンってな感じで、だから初のね、エロ本デビューを飾ったは飾ったんだけど、うん、でもね、まあやっぱ読んでもね、映像の方がいいな、普通に。エロ本って買う人ってね、いるんだかね。でもエロ本屋さんとかあるんでしょ、多分。あるね。専門店みたいなだから、売れてんじゃない？はい、どうも、こんにちは。あのね、どんどんいなくなってってね。どんどんいなくなってってんね。なんかね、こうすればいい的なのあるんだよ、なんか。あ、俺ね、声の出し方みたいな。あ、プーさんのモノマネ俺得意だよ、プーさん。あ、やってみて。じゃあこの戦闘終わったらね。はい。はい、というわけで、ロッピーのプーさん、どうぞ。蜂蜜食べたいな。はい、というわけでロッピーさんのグーフィーです。ではどうぞ。おしっこ漏れちゃいそう。ねえ、どう、ドナルド。え、いや、何急にやってんの。何急にやってんの。あ、じゃあね、あ、チップとデールの、はい、チップの方のモノマネができる、はいはい、あ、じゃあやってみ。あらら。ドラえもんじゃねえか。ティッティッティーン言うてね。あれだよ、そんな言うんなら、うん、俺がドラえもん、ガチドラえもんやってあげる、今度は。ガチエモン？じゃあ、この階段登ったらにする？うん。はい。どうぞ。お、ああ、来ちゃった。けいけいけい、ここまで来ると思わなかったぞ。思わなかったろ。一つの村を任せられるくらいの知力があることは分かった。ありがたく幸せ。それではこれが最後の謎解きだ。この先の岩を並び替えよ。動かす順番が虹の色になるようにな。そうだ、お前たちの思いが虹となって消えてゆくのだけ。
美しいこと言って消えてった。虹の順ね、赤でしょ。ああ、なんか虹って順番あんだよね。俺色彩検定2級持ってるからね。今まで行ってなかったけど。どうなんのこれ。具体的押すのこれ。いや、これは押さなくていいんでしょ。あ、そういうことね。これも端っこだけ決まってるってことでしょ。あ、そういうことか。ほら、残りの下の5つを。ね、色彩検定2級持ってる。あれでしょ、オレンジ。色彩コーディネーター。なんか順番的に言うとさ、オレンジで、コーディネーターだから。で、黄色でしょ。こうやって分かるよね、でもこれ。色の変遷見てれば。変遷とか変異見てれば。ね、で、緑。黄緑ね。あ、黄緑。黄緑の後は、これ何？これ何色だろうね。青。もっと黄緑。青紫だよね、普通に考えてね。 その通り。ようできました。あれ、黄緑、緑、青、あれだ、藍色だ、藍色、紫。どうだろう、黄緑とあの青逆かな。いや、合ってるよ。合ってるか。そうだよね、そうだそうだ、どんどん青に寄ってくんだもんね。お、ティーン、ドコーン。ええ、あ、下行けるようになってる。イエーイ。下か。待って、色彩検定2級持ってますから。もういいよそれ。に、つってもね、2級だからね。たかが2級。いや、2級大変だよ。なんで、お、いい、お、なんか懐かしいな、ヤズヤヤズヤっぽい。あれだ、開けた開けた。いや、ヤズヤヤズヤって、あー、ぽいね。ぽいね。ヤズヤズヤズヤ。でもだから金太郎じゃねえや、なんだっけ、あのあれの本気、ドラえもんの本気 100%、 ドラえもん 100% 中の 100%。 うん、それよりさ、なんかお前なんかないの、あとモノマネ。うん、あるよ、とっておきの、とっておきのが。何？あのね、かの有名なディズニーキャラ、おニャンチュー。ん？にゃんちゅう。違うね。にゃんちゅう。おにゃんちゅう得意だったじゃんか。だったにしてもディズニーランドキャラじゃないじゃんか。ああ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだったね。いや、そっちでもないじゃんか。サンリオ・ピューロランド。いや、そっちでもないじゃん。NHK じゃんか。NHK、NHK？ NFK？ いや、NHK で。ああ。日本放送協会で。NGK？ いや、NGK じゃないよ。ナンバーグランド花月じゃない。いや、わかりづらいし。じゃあニャンチューやるか、満を持して。じゃあね、ロッピーさんの、うん、ニャンチューです、どうぞ。ナイスワン、ナイスワン。お兄さん、そんなごっつくなかったと思うんだよな。いや、ニャンチューはごついって。そんなごっつくないでしょ。お前、にゃんちゅうの何知ってんだよ。にゃんちゅうのちゅうまで知らないだろ。にゃんちゅうはにゃんまでだろ。いや、ちゅうも知ってるけどさ。知ってんの。じゃあ、にゃんちゅうがイラストを紹介するときのモノマネするわ。じゃんじゃんじゃん。絶対ね、そんなにごつくなかったと思うんだよな。いや、ごついから、ごついから。そんなごつくないと思うんだよね。お前、にゃんちゅうのにゃにを知ってるんだ、にゃにを。ね、にゃんでも知ってるわ。みーの何を知ってるんだにゃん。あらら。夢の共演。あらら、しかも、興味持ってねえし。にゃんちゅう。いや、このあららね、うん、腹立つんだよ、これ。そう。やられると腹立つんだよ、これ、自分でやっときながら。あらあらって、自分で自分でやって、友達にそれ腹立つなって言われて、で友達にもやってもらったらすげえ腹立ったんだよこれ。そう、相変わらずの安定の、あらあら、安定の腹立たしさ。うん、まあ、動物の友ってなんだっけ。あ、なんか能力が誰でも上がるっていうね。使っちゃおっか。どれがいい。ゴリかな。ゴリ、うお、あ、選べんだ。なんだろうな、こう。ラベンダー。まあ、頭の良さじゃね。頭のいいゴリが必要だからね。うん。のび太くん。あらら。
畜生畜生だよ。あららは腹立つ、ね、あららの破壊力すごいでしょこれ。あららって言えばもう済むと思ってるもんだって、うん、あららって言えばね何度かなるよ。心みんなもドラえもんの真似やって滑った時にねこれやったら結構ウケるよ多分。あららもしくは腹立つって言われてマジで切られるかもしれないけど、当社は責任を負いかねます。うん。てかめっちゃ入り組んでね、なんかこれ。確かにね。もうあのまま上行って終わる感じだったけど、すごい下行ってんね。ね。何これ、どうすりゃいいの大江さん。早くしないと。むしろ上になんかあったんじゃないの。あ、むしろ。うん。まあいいや、進んできちゃったから。まあね。もうね、もうそんなもういい、振り返らない。わかんない、上で多分彼らずっと待ってんだよ。彼らが。落とし穴だ。もう落ちるしかないよね。え？みど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 冬の玉。あ、じゃあ冬の玉使おうか。冬の玉使って回避か。多分、うん、よくできてんね。毒だし。サンゴの札いらんよ。呪い消しいらないでしょ。やばい。今見た。ヒットポイントみんな5ぐらいしかなかったよ。嘘つけ。ほんと？いや、全然あるじゃねえか。一応、でも回復しとこう。なんで嘘ついた？ん？ん？お前なんで嘘ついた？ん？いや、んじゃなくてよ。んじゃないが。じゃなくてよ。しくった。浦島太郎に使わせるんだった。まあね。つうか、もう時間、いい時間じゃね？あ、確かにね。一回切ろうか。そうだね。じゃあね、ちょっと毒をね、食らっちゃったけど、あれだね、鬼除け使ってるからもうあんま見えないけどね。何が何だからね、これ、うんうん。じゃあ、とりあえずね、プライムが喋ってました。ロッピーが毒の沼にはまりました。じゃあ、また来週、バイバイ。バイビー。あらら。